はい、ハイパードラゴをご覧の皆様こんにちは。映画監督の山健こと山岸健太郎です。本日はここ、東京都三鷹市にあります女性のためのカスタムミリタリー工房工房さんに来ております。なぜここに来ているかと言いますと、2月に公開されます私が監督しました、D プロジェクトという作品にですね登場するプロップガンを、このお店に、カスタムしていただいたからなんですね。ということで今日はこのお店の魅力を余すことなくお伝えしたいと思っております。そして素敵なゲスト2名お呼びしております。まずは、女優のアスピーこと高橋明日香さんです。どうも高橋明日香です。よろしくお願いします。そして、俳優の劇団6番シード、樋口康弘さんです。どうも、樋口康弘です。かわいいということでね、はい、2人には、2月に公開される、僕の作品 D プロジェクトという、作品に、出演していただいてるんですが、この作品ちょっと変わってまして、劇団6番シードさん、樋口くんの所属している、劇団さんと、僕らインディーズ映画チームのプロジェクトヤマケンがタッグを組んで、なんすかエンターテインメント映画作品を作っていこうという企画です、実際ね、作品本編自体は2時間強ある作品なんですけども、それを一気に作るのは、いろいろこっちの方とかもね、時間的にもみんな、劇団さんもね、すでに舞台がありますからね、なかなか一気に撮ることができないんで、いくつかに区切って、それを少しずつこう公開していくことで、皆さんに楽しんでいただこうと、そして全てが上映し終わると、1本の2時間強の、作品になるというような、企画でございます。笑いあり、涙あり、アクションあり、コメディあり、そんな作品になっておりますので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。樋口くん、今回はですね、2月に公開されるのはその中の、宇田編、樋口くん編ということで、その樋口くん編の主人公である、そうですね、名前入ってますね。そうです、樋口くんに今日来ていただいてるんですが、自分のちょっと役どころをなんか簡単に説明してもらってます。そうですね、謎の殺し屋役ですかね、なんか殺し屋役なのに、奥さんがいまして、いや、これおかしいなと思うんですけど、殺し屋って結構一人の場合が多いじゃないですか、一匹狼みたいな、なのに家族を持ってて、結構幸せな家庭を築いてる殺し屋役っていうので、亀も飼ってます、そう、亀も飼ってます、割と裕福で幸せな儲かってますね、殺し屋やってるのに、ね、そういう役どころです。そしてその奥さん役である、はい、奥さんですすごいでしょ、こんな素敵な殺し屋ないでしょ、結構お似合いだと思うんですけどねそう、前にね、撮影した時に、そのお家の様子が結構ね、本当に幸せな夫婦な感じで、似顔絵まで描いてあったそうそうそうで、奥さんのまたね、趣味がね、はい、このなぜ僕が工房さんに、プロップガンをのカスタムをお願いしたかというのは、その奥様の趣味にちょっと関連するみたいなことにはなってます、ね、はい、結構可愛らしい趣味を持っているので、じゃあそんな感じで早速ちょっとお店の方、見ていきましょうか。はい、はい、じゃあお邪魔します。いや楽しみ、どうぞ。お邪魔します。いらっしゃいませ。なんかもう雰囲気がすごいです。すごいですね。そうですね、なんかちょっと映画のなんかこういうイメージ、これは趣味とかじゃなくて多分お店のなんかじゃないですかね。お邪魔します。今回映画のプロップガン作っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。こちらの方に、これですね、はい、おお。私の銃これ、はい、めっちゃ可愛いですよね。この、銃をカスタムしていただいた飯島さんです、はい、飯島です、よろしくお願いします。飯島さんとはこういろいろ工房さん通して、メールでやり取りさせていただいて、ね、はい、僕の方でなんか、こういう感じの色合いのものをっていうのをいくつかインターネットでいろいろ画像を探して、はい、写真を送らせていただいて、でそれを元に、こういうデザインを飯島さんがもう考えていただいて、やっていただいたってことです。黒い部分とかを、はい、結構作動させるので、はい、ちょっと実際に鉄砲で実弾を撃つ時とかは絶対こういうところは塗らないと思いまして、はい、ちょっと黒っぽい感じに
あ、なるほど、プロはそこはいじらないみたいなところは残して、残しといてという形ですね。で、まあちょっと花とかで可愛くして、はい、はい、そうなんですよね、ちょうどあのアスピーがね、はい、アスピーの役どころが、そうなんていうんですかね、ゴスロリじゃなくてなんかアマロリっていうらしい、あの白い、あ、そんアマロリっていうんだ、なんかそういう趣味のある奥様で、はい、一応樋口君も殺し屋でしたけど、あの実は奥さんも殺し屋で、夫婦で殺し屋をやってるっていう変な夫婦だった。めっちゃ楽しい。あんな格好しといて殺し屋っていうのが結構ですよね。そう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 。でそんななんか、うん、作品を見ていただくと分かるんですけど、アスピー結構フリフリな。そうなんです、初めて来ました、ああいう衣装、楽しみにしててください。ぜひ衝撃的な、衝撃的な。そのアスピーが持つ銃ということで、そのアマロリのね、コスプレに似合うような、コスプレとかアマロリの衣装に似合うような、うん、銃を作ってくださいっていうこと。これ私、女の方がカスタムしたのかと思ってました。ああ、そうですよね、すごい、なんか女性が本当に好みそうな感じのデザインですよね。またこの、なんていうんですか、この色、このピンクの、そうですね、スパークリングな、めっちゃ可愛い、シャンパンみたいな、シャンパンみたいな、そう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 。で、この白もやっぱちょっと特殊ですよね。そうですね、ちょっとこうラメの入ってるような白で、はいはい、やりました。これってこの模様って何なんですか？これはですね、普通車のカスタム用とか、はい、バイクとかのカスタムの時に貼るシールをこちらに有料しまして、はい、ステッカーですね。なんですね、はい、でもなんかちゃんとこう立体的なんで、なんか高級感があるんですよね。そうですね、なんかただのシールじゃなくてこう、そうそうそう、すごくいいな。アスピちょっと持ってみます。やった、ありがとうございます。お、じゃーん、あ、なんかどうでしょう、あれですね、アマロリの衣装じゃなくても似合いますね。なんかね、やっぱ女の子いいですね。そうですね、こんなおしゃれな銃あります？すごいですね。いや、本当に愛着が湧く。本当に私だけの銃って感じがして、そうですね、専用なんで、あ、そうですね、はい、今回アスピーモデルモデルですね。いや、かっこいい。殺し屋がこんなん使ったら目立ってしょうがないですね。逆におもちゃに見えていいのかもしれない。あ、確かに ね、なんかこう見られた時に、あ、まさか本物と思わないみたいな。いいですね、使える。いや、超かわいいです。実際今回は劇中では、うん、まあ、作品見てもらうと分かるんですけど、はい、樋口くんが使うんですよね。そうですね、ちょっと持ってください、樋口さん。じゃあ樋口くん、樋口さん絶対似合いますから。ちょっと持ってください。これですか、似合ってるんですよ。あ、いいですね。結構似合っちゃってるんですね。おー、いいなこれ。早く使いたい。そうですね。まだね、アスピーはこれを劇中では持ったことも使ったこともまだないっていう。現場でちょっと見ただけで、私の銃って思ったけど全然使えてない。まあ、そう、アスピーモデルって言ってるのに。早く使いたい。はい、ということで、じゃあちょっと店内の方をいろいろ拝見させていただこうかなと思います。もうね、入った瞬間から、はい、ちょっと普通のこうミリタリーショップよりなんかちょっとおしゃれな。そうですよね、やっぱ、なんかフィギュアとかも置いてあるし、そうそうそう、やっぱこう女性用なんで、こう ピンクのものがあったりとか、ちょっと雰囲気が違うなみたいな感じ。ファッションっぽい。やっぱね、ちょっとおしゃれな、そうです ね、女性のお客さんも結構主張が激しいんですけど。主張激しいですね。どうしたんでしょう、なんですかね。まあでも、すごいですよ。監督、え、ちょっとすいません、撮影中ですか？撮影中ですか？すいません、ごめんなさい、すいません、ちょっとすいません、ちょっとカメラの前になっちゃって、すいません、そういうコントなんです。あー、久しぶり。誰ですか？久しぶり、私、あ、山健ちゃん。ファンの方、ファンの方じゃん。いつも思い上がる山健ちゃん。ありがとうございます。嬉しすぎですけど。ということで、いやいや、手追い、手追い。あ、あ、すいません、はい。あ、どうも。あ、ピッチャリーナです。ピッチャリーナ。ピッチャリーナ、マスク。マスクね、マスクね。どうも、すいません。すいま、偶然ですね。すごい。
グアム以来ですか。あ、そうですね、グアム以来ですね。ビッチさん、お久しぶりです。久しぶりです。いろいろと押し守る監督にぶちかましたビッチさんでございます。あ、そうでございます。お久しぶりです。どうもその説は。あれ、どうしたんですか今日は。今日はですね、私、はい、コーボさんにですね、はい、私が普段サバゲーで使ってる P90 をですね、はいはい、いつもカスタムとか中がちょっと壊れちゃったなっていう時に、ここに出してるんですよ。いつも持ってる赤い。そうです、です赤い P90 が、P90、 はい、そうなんですよ。あ、メンテナンスもちゃんとしてくれるんですね。そうなんです、コーボさんはメンテナンスもしてくれて。さっきそこに置いてある入れ物がすごい。私の P90 の何、バイオリン、バイオリン、バイオリンケースですよ。めっちゃ勝手にどけるなそれ。こういう感じで私、おお、入ってて、そうなんですよ。すごい。あ、ごめんなさいね。なんかすごい。おお、すごいすごい。そうなんです。あ、これ入んなくなっちゃった。ちょっとお願いします。スッと、スッと。スッとね、これかっこよく入れないとちょっとサバゲ女子の名が、ちょっと待って、ちょっと入んないですね。途中までの流れかっこよかったんですね。うん、すいませんね。あ、はい、ちょっと、はい、はい、はい。どうしますか、一回切りますか。実際にこれが私のカスタムしてもらってる銃なんですけれども、コーボさんで。イエロー。そうなんです、こういう感じで、もう赤いんですよ。そうそうそう、かっこいい赤い銃で。おー、かっこいい。今はもうちょっとバッテリー入ってないんで、はい、ちょっとマガジン入れちゃいますけど、はい、こういう感じで。おー、そうなんです。かっこいい。またこのなんかステッカーがちょっとこう使い込んでる感みたいな、逆にかっこいい。これはやっぱ使用感っていうのは正直で、映画監督としてはこう使用感グッとくるんですよね、やっぱり。美術さんにやっぱりこう使い込んでるようにちょっとしてくれとかっていうのもあるんで。いや、これガチで使っちゃってるんで本当ボロボロなんですよね。あ、これ実際にサバゲーで使ってるんで、エアガンなんで、はい、そうなんですよ。さっきも飯島さんおっしゃってましたけど、やっぱこう使って良さが出てくるじゃないですか、やっぱサバゲーで実際使えるってところがすごいいいですよね。おお、え、めっちゃ名前入ってる。あ、そうなんです、名前入ってますね、はい、こういう感じで。いいな、これをね、もうね、グアムとかいろんなお店に貼ってくんですよ。実銃に、本当の実の銃にペラッと貼って、はい、いろんな人に怒られるっていう。そうそう、いろんなね、サバゲー場に行くと、ね、あ、ここにも来てんな。いいな、ぜひアスピンもサバゲーやりましょう。え、めっちゃやりたくなりました。こんな可愛い子がサバゲー場来たら。やったことない。ないんですよ。やりましょう、やりましょう。こんな綺麗な人がやってるの。いやいやいや、ありがとうございます。そうなんですよ、こんな綺麗な人がやってるんですよ。ちょっと久しぶりに綺麗って言われてちょっとテンション上がっちゃった。すいません、可愛い子に言われて。まあもうね、本当に素敵な、いろいろ見てください、ルパン三世です、僕の大好きな。あルパン三世のフィギュアがあり、ちょっともうね、こうちょっとスターウォーズの、あ、これ、樋口かぶってる、かぶってるカメラに。これ興奮しちゃって、映画好きだから。カイロレン、そうですね、すごいお買い得ですよ。ちょっとハンソロ、お父さん、お父さん。なるほどね、親子で、親子で。あ、これすごい、すごいですね。ちょっと映画好きはちょっと上手くない。めっちゃ興奮する。そしてなんかちょっとこうイラスト、佐藤先生のイラストなんかもあるんですね。インディ・ジョーンズ、インディ・ジョーンズ、そうですね。すごい、すごいね。ここすごくないですか、またちょっとアスピーとは違う。可愛い、で、とっても可愛い。このバトルメイド服って書いてありますけど、どうやら着用するだけで味方の士気が向上するアイテム。最高、すごいです。私始める際にはこれを着ようと思います。ぜひ見たいな、これアスピーも見たいな。始めました。そしてこちらもすごいですよ、こっちの方も。さっきのピッチョリーナの、モデルですかね、これで。あ、なるほど、まだこれはもうあのステッカーとかも綺麗な状態で、すごいリボンもなんか可愛い感じですよね。ここバーッとちょっと見ていきますと、まあね、はい、ここすごいんですよ、見てくださいこれ。ですか、このサブマシンガン、なんとセーラー服と機関銃卒業に登場した橋本環奈さんが使っていた、まさに劇中で使われた銃なんです。すごくて、すごくないですか。展示して大丈夫なんですか。これもう突然とここにある。なんで、買い取ったんですか。ビッグショットさんっていう、まあ日本のもうほとんどの映画
対策映画をの、まあ、銃ガンエフェクトを手掛けていらっしゃるというそのビッグショットさん と、からこう提供していただいて置いてある。触りたい。すごい触りたい。ダメですね。これね鍵がかかってるんでちょっとね触れないかな。なるほどね。そう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 。そうですね。橋本環奈ちゃんがここ握ったわけですから。指紋ついてますね。ちゃんと見てよーく見るとちゃんと使用感がさっき話したみたいにこう塗料がちょっとはげてるところとかを多分これ演出でねこう映画っぽく作ってるんですけどね。その辺いいですね。たまらないですね。もうちょっとたまらないですよね。あの快感のやつですよね。バババババババ。うわすごいです、ね、そして、ね、あの皆さんちょっと分かりづらいかもしれないですけどこちらにありますガンっていうこの、はい、このガンっていう、雑誌がかせ あったんですけどもその創刊号ということで、はい、すごい貴重なものらしいです。1962年からあるってことですか。そうです1962年からずっと作られ続けてさ、もう僕なんかもすごいあの割と一生懸命あの高校生の時とか読んでましたし、これあの僕の作品の東京無国籍少女ってあるじゃないですか、そこにも登場してくるんですこのガンという雑誌は。そうなんだ。そうなんです。あ見てくださいこれなんかブレードランナーに登場する、デッカーのブラスターマジですか。マジですか。わすごいこれすごくないですか。すごいすごい。間もなく2も公開されると噂のあの銃ですよ。見れた。見れた。すごい、まあ、という感じでね、はい、まあもう本当いろいろミリタリーファンならず映画好きもちょっと興奮してしまうようなお店でございますけれども、ね、おっと当たりますよ。おっと当たりますよ。ちょっとサングラスが変わって、あ、シューティンググラスですね。シューティンググラスになっております。はいはい、実はですね、はい、ここシューティングレンジになってるんですよ。マジっすか。そうなんです。覗いてみてください。この店内にシューティングレンジ、わかりますかね。あ結構奥、あすごい、そうそう奥広いんですよ。すごいな。あ結構ちゃんとしたシューティングレンジですね。そうなんです、はい、なんで軽ハンドガンとかその長物とかね、はいはい、ちょっと調整するのにはいいと思います。なるほど。出るかなとか、ここカスタムしてもらったものをすぐこうやってここでちょっと試して打てるみたいな。そうなんです。すごいですね。あそういえばアスピー、はい、俺やったことがない、サバゲーやったことないっていう。ないです。あんまやりましょう。どうですか打ったこととかは。ないです。あマジで。あえやりたい。おお本当にこれちょピッチョですか。さあいいですか。ぜひアスピー打ってください。おお。アスピー初体験。なんか初体験で、ね、いろいろ。いやいやいや、今のはヤマケンさんの悪いの。まだ時間停止しました。じゃあちょっ と、 ょっとアスピーね、はい、やってもらいましょう。じゃあアスピーじゃあまずあシューティングレンジに入る前にですね、入る前にまずですね、はいはいはい、こちらをですねつけていただいて、なるほど、これシューティンググラスで、はい、これをつけていたら大丈夫でございます。ギュッと、シャキン、小顔だからね、もっとギュッとね、もっとギュッと、オッケーオッケーオッケー、うん、はい、ではちゃんちゃん、はい、失礼します。はい、こちらですね HK45 でございます。 HK45、はい、これをまず持っていただいて、はい、じゃあ私が入れちゃおうかな。お願いします。はい、はい、でこれをうわかっこいい、はい、これでも打てます。はい、このまま、で、はい、こういう感じで、こういう感じで、はい、こういう感じで、まあ、まず初体験なので打って楽しんでもらうということで、いいんですか打って、いきます。あーあーあ結構な勢い。え、ちょ、かっこいい、やば。え、もう一回打っていい。これどこに当たったかよくわかんないけど、やばい。銃口はね、あんまり、あ、そう、また、うん、はい、せーの、え、これ当たる。ガン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 ってちょっと打ってみてください。いきまーす。うわ、超かっこいい、やば。当たってる、当たってる、当たってる、あ、頭当たりそう。かっけ、いや、かっけ。面白い、これターゲット来ました。お、アスピどこ狙ってたんですか。私、ここら辺狙ってました。全然大雑把。あ、でもね、最終的にここ狙いたかったですけど、やっぱ無理でしたね。あ、でも結構ここら辺まとまってますよね。うん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 、うん、まあ、初めてにしてはね、はい、はい、偉そうに僕も言ってました。
グアムで散々な結果を出した僕が言うのもなんですけども、監督そんななんて僕のは実弾ね、実弾ですから実弾また違うんで、またこれ持って帰っていいですか、アスビーのサイン入れて飾って、ね、飾り飾りたいですこの記録で大丈夫ですか確かに初打ちですからね、初打ち、アスビーの初打ちでございますでした。樋口くん似合いそうですね、あ、これですか、ちょっとこれ似合いそう、休日のお父さん、あ平和平和平和な感じが聞こえましたね、お父さんみたいな陸上自衛隊迷彩服上下セット、あいい、なんかシンゴジラっぽいのが書いてありますけど、これ気になる、あれ身長160センチくらいくらいまで、え逆、あやっぱレディースってことなんですね、 なるほど、これなかなかないですよ、僕も衣装さんで女性が着るミリタリー服って探すと、うんうん、衣装さんまあないと、ない、そうそうそういう話になるんで、これすごいいいですね、女性が着れるサイズ、前にあの6番シードで、あの迷彩服を着る舞台やったじゃないですか、本当に銃を扱う舞台だったんですけど、みんなで探しに行ったんですよ、こういうミリタリーの服を、やっぱないですもんね、めちゃめちゃでかくて私マジでダボダボになって、ダボダボの着てたんですけど、ここに来ればよかったこれだったらね、ましたね、そしてあなんかこれ見よがしにハイパードーラクさんのホームページが本当だ、かっこいい、出ておりますけど、まあ、あの今回本当にこのハイパードーラクさんのご紹介でこのコウボさん紹介していただいたんで、もうねハイパードーラク様々なんですね、僕からするともこれからもねミリタリー関係のことはガンガンハイパードーラクさんに頼っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、今日はいろいろお店で楽しませていただきました、もうね、1、2時間ぐらい遊びたいぐらいですけどもね、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、皆さんもぜひ、この東京三鷹市にあります、コウボさんにぜひ遊びに来てください、お待ちしております、それじゃあ、どうもいいプロジェクト見てね、